かけて行う番組恒例のこの企画。まず6人いる新アシスタント候補を4人に絞るテストを決行。こちらの民宿騎士路荘で6人がそれぞれゲームキューブのルイージマンションをプレイ。明朝6時までに捕まえたお化けの数で順位を決定。その順位と前半のテストの結果を踏まえて審査する。なおヒントは1人3回まで。民宿の離れにいるアンタッチャブル山崎マリオに聞くことができるが、お化けの数が同点の場合、聞く回数が少ない方が順位となる。午後8時に勝負はスタートした。午後11時20分、1つの問題が浮上。それは山崎マリオが朝倉と山田に教えたヒントが間違っていたのだ。これによって朝倉と山田は3位に転落していた。そこでヒントを聞きに行った回数を取り消すようアンタッチャブル柴田が2人を連れてマリオ部屋へ乗り込んだ。あ、違った。どうすんの。彼女たちがそのせいで時間をロスっちゃったって言ってんのよ。そう、マリオロスっちゃった。ロスっちゃいました。ちょ、どうでもいいけど、あんたマリオじゃないでしょ。あんたもうこれこういうのマリオですよ。ヒント何ちょっと飲もうよ、とりあえず。ダメよ、2人より真剣なの。そんなエロいもんとかさ、読んで。うわ、最低よ。違う、情報、情報。何それ。情報よ。あ、なにこれ。ちょっと、ひどい。マリオポイント発見されました。マリオポイント、もう、与えのだけの男なのかって。そうなんじゃないの、マリオって。そうよ、マリオって情報を与えだけの男でしょ。何だよ、雑魚としてんだよ、ひどい。正座してポイントゼロにしますからって言ってよ、あのあれ。ポイントで今こんなこと聞きたら2人やばいよ。こんな講義なんてしちゃったらマリオポイントの方が。違うよ、すごい、やめちゃう。ちょっと、それでいいな。やめちゃう。山田ちゃん、山田ちゃんすごい下がった今。山田ちゃん関係、こんなのマリオポイントなんて関係ないかもしれない。返しなさい、ちょっと返しなさい。どけだよ、どけだ、どけだしなさいよ。何してんだよ。何よ、痛いじゃないよ。ビンタやっちゃいな。ビンタやっちゃいな。ビンタやっちゃいな。やっちゃやっちゃやめなさい。これやめなさい。やめなさい。なんかすごいことになってたぞこれ。この後いろいろありまして、朝倉ちゃんごめんなさい。何だって。何、私は山田ちゃんはしょうがない。なんしょうがない。しょうがない。こいつ意外じゃないもん。あ、危ない。意外じゃない。ちょっと意外じゃん。痛い痛い。バカだ。ごめんなさいよ。ごめんなさいよ。ゲーマー呼び込み始まって以来の大集大が今ここで晒されております。最低よ。行きましょう。あ、ないないない。バカ、意外じゃないよ。ああ、すぐあったかいお尻が切れた。山田マイナス10。もう不調だけ。朝倉ちゃん現状維持。朝倉ちゃんちょっと怒る顔を抱えがってこれ。ああ、きれい。この番組は任天堂と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。原口あきまさです。すべての観客は究極のエンターテインメントに目覚めなさい。エクスタシーも感じるカット1秒の連続アクションシーン。香港でもマサラでもコリアンでもない台湾生まれのハイパーマリオネーションムービー、聖蹟伝説。アジアが映画を震撼させる。ジュインキャス、今年も帝都に満開の桜咲かせます。桜大戦4恋せよ乙女、いよいよ最終回。大正桜にロマンの嵐。最大の危機にパリから天使が舞い降りた。パリ歌劇団参上。桜大戦4恋せよ乙女、いよいよ最終回。愛の御旗のもとに。予備校生の皆さん集合。時間の方がですね、もう12時を間もなく回ります。はい、12時以降は、
どんなに仲が良くても、はい、皆さん個人個人の部屋の交流は禁止になります。だからもう朝まで相手がどれぐらい行ってるかとかも全く分かりません。頑張ってください。はい、はい、戻って戻って、はい、戻ってね。いや、こっから先が本当のバトルですよ。私はもしかしたらビリかもしれないとかね、それ私は余裕だから寝ちゃおうかなとかね、でいてね、一人だけね余裕で寝れる人がいるんですよ。誰だと思いますか？そうです、僕は寝ます。理由、夜だから。おやすみ。そして開始から4時間、この時点で2位につけている尾藤がマリオ部屋を初訪問。説明したら分かりますか？分かるよ、だってそれはもう俺の弟がやってるわけだから。マリオってじゃあ、弟元気だった？弟さまよって、さまよってる、テンパってる、テンパってる。尾藤が詰まっている物置部屋は、鏡に映っているスイッチを押すと隠し部屋が出る仕掛け。攻略を聞いた尾藤がプレゼントを置いて帰っていくと、これ尾藤ちゃんトップに出たな。これそしてこの5分後、朝倉登場。あのダンスパーティーどれだけ苦労したと思ってるんですか？せっかくマリオさんカードを1個使ってきたのに。いや、朝倉君1人でダンスパーティー、ダンスパーティー全然意味がなかったんですよ。ダンスホールね勝手にパーティーにしちゃってるけど、うるさいですよ。まあまあ、朝倉ちゃんの中でパーティーなのかな、パーティーって言ってるくせに、くせにとか言うんじゃないよ、はい、朝倉の疑問も尾藤と同じ物置部屋の謎、それを教えた山崎はまた雑談タイムへ。すごい楽しい。クリアした時の喜びは何とも言えない。あ、本当、うん、どんな感じよ、その、あの、こうやってさ、あーって、あの、最後の、あの、ボス倒したでしょ、うん、の、赤ちゃん、うん、赤ちゃんのボスを倒したってことだ。あ、もう赤ちゃん産みたいって感じ。赤ちゃん産みたいって感じそういう感じだったんだ。もう赤ちゃんを吸い取っただけに、出したいと、うん、出なきゃって。はあ、なるほどね。オッケーオッケー、赤ちゃん産みたいね。オッケー、協力できるかもしんない。いいですけど、まあまあ、いやいや、わかんないけど。変な届き文句に朝倉逃げるように退散。しかし山崎は、うん、はい、迷うわ、並んじゃった15-15 50-50 だよ。はい、聞きに行こう。ビートちゃんが急に出てきたね。で、ビジカちゃんも結構、はい、マリオさん、おお、やばい、ビジカちゃん、また煮詰まった。なになになに、煮詰まった。やられてるんですよ。やばい、わかりやすいね、やられてる。仮面武道会、仮面武道会、仮面武道会、いろんな言い方があるな、みんな。いやー、ある方はね、ダンスパーティーって言ってたよ。でもそんなもんじゃない、無数に出てきて、うん、どうやって次のそこにクリアできるかわかんないんです。オッケー。座っていたのはダンスヘイポーの倒し方。仮面を吸い取ってからライトを当てて吸い込むというもので、例えば藤川ちゃんが全裸でフフフなんて言って歩いてるよね。捕まる。いや、でも真っ暗だったら怖くないじゃん。ね、だから要は服が仮面よ。仮面を取られた後に裸ね、いわゆるね、ライトを当てられたらキャッとなるじゃん。その状態にしなきゃダメ。そっか、そういう理論でいくとレイジーマンションはすごい溶けていくから。そう、女性と一緒に優しくしないと。じゃない、うん、よくわかんない。まあまあ、それはちょっとわかんなかったかもしれない。あー、でもよかった。そう、仮面を取ったらすぐパッて当てないと。裸を照らさなあかん。そう、そしたら恥ずかしいってなるから、ブワーッ、そこでガーッて当たったらいいんや。恥ずかしいんだろ、恥ずかしいんだろとか言うと、もうガーッとなるから。違う話になってる。まあまあまあ、そういうことよ。よかった、ありがとうございます。オッケー、オッケー、オッケー、頑張って助けに来る。オッケー、じゃあ、また。じゃあ、頑張って。あと1回しか来れへんから。うん、そうだね、大事にしよう、その時は。大事に、2人の時間をさ。そうだね、うん、じゃあね、はいはい、うみ、やばい、15 三つどもえだよ、これ来るわ。おい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 、俺の人生のアシスタントは誰なんだこれ。この後、高井と織原がマリオペアに登場。この時点でトップは織原。嘘ヒントの影響か、2位とは大接戦。この後もヒントの正確性が6人の未来を左右するのだが、当の山崎はちょっと頭角荒らしてきたな、織原ちゃん。
これで3人が15ポイント並んで、マリオポイントのも目が離せねえな。ゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス。今週のトピックスはこの3つ。まずは WRC チャレンジジャパン、ワールドラリーチャンピオンシップの世界を忠実に再現したこのソフトを購入するとタイムアタックコンテスト WRC チャレンジジャパンに参加できるぞ。まずは WRC ホームページにアクセスして、ドライバー名、メールアドレス、パスワードを登録してライセンスを取得し、送られてきたチャレンジコードを入力してエントリー。4月30日までに指定された全3ステージの自己ベストタイムを登録するのだ。成績優秀者にはドライバーズシート、スバルバージョンのほか、ラリー観戦 VIP 券など豪華商品が待っているぞ。続いて超レア限定フィギュアプレゼント。渡り鳥と呼ばれる冒険者4人の物語を綴ったワイルドアームズアドバンストサード。なんと今回は初回限定プレミアムボックスについてくる主人公バージニアのフィギュア特別バージョンを番組をご覧の方にプレゼントしちゃいます。宛先は番組の最後で。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は最新データが収録されたスポーツゲームが登場。まずは前作からの育成データもスムーズに移行ができちゃう実況パワフルプロ野球2002春。続いて実況ワールドサッカー2002がキックオフ。世界58カ国のワールドカップ直前データを収録。一足先に本番ムードを味わっちゃおう。最後はゲームキューブ用ソフト巨人のドシン。熱帯の離れ小島に住む島民たちのために主人公の巨人が大活躍するアクションゲーム。ゲームキューブ。この熱帯の島に暮らす人々はいつの頃からかある噂を語り出した。日の出とともに大きな人が現れるという噂じゃ。おお、現れた。大きな人じゃ、巨人じゃ。優しい優しい黄色い巨人じゃ。あなたはそこにどんな世界を作りますか。任天堂ゲームキューブ巨人の土神。覚醒する RPG ゼノサーガ。ナムコ。良心ってものがないの。知ってから人と変わらないもんね。もっとよく知りたいんですよ。生きた証ってものさ。歌わせちゃダメだ。羨ましいってことさ。人間じゃないか。私は人間ではありません。ただの兵器です。覚醒する RPG ゼノサーガ。ナムコ。6時間が経過。現在トップの織原は、マリオ部屋へ。はい。お嬢、びっくりした。なんですぐ寝てんの。あめあめあめ。続いて朝倉と尾藤はトイレの謎に奮闘中。あら、入れた。すごい時間かかった。もう絶対マリオに聞きに行かない。そして高井と藤川はエントランスでビリ争い。なんかよし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 、ちょっと楽しくなってきたよ。そして離れの山崎マリオは寝ていた。とそこへこの様子を見ていた伊集院と柴田が登場。何寝てんだよ、マリオ、マリオ、マリオ。ロボさん、ロボさん、ロボさん、ちょっと一回私に時間ちょうだい。ロボさん、本当お願いしますよ。ごめんなさい、もうお願いしますよ。ごめんなさいよね。はい、助かりました。さあ、さあ、さあ、入りました。
さあ入りました。さあ入りました。マリオさん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 。両方さん。両方さん。その辺で。両方さんその辺でお願いします。マリオさん。マリオ。ちょっと。ヒント聞きにしたんだよ、ヒント。教えてくれよ。ヒント。人生がかかってんの。早く早くヒント教えてくれよ。何のヒントですか。座って、ま、マリオの格好じゃねえじゃんもう。マリオってそういう動きするの。こういう動きするの。キレのいいシャフーみたいな。マリオでしょマリオ。こういうやつでしょマリオ。ないでしょこんなの。なんかデレデレしてさなんかな。気持ち悪い。気持ち悪い。まあ、デレデレってわけないですけど。いやデレデレしてるよ。してたよ。もうだってマリオじゃねえじゃん。そんな横っ腹ポリ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 感じながらさ、ほとんどヒゲももうないしさ。一番辛いところを山崎にやってもらおうみたいな話だったの。なんだかんだで一番美味しいところでしょ。そうよ。可愛いシャチと女の子が来てさ、俺たちが先に寝ろ先に寝ろって言われるのよ。赤子赤子俺。俺は赤子なの。やってらんねえこんなの。やってらんないよお前。何してるの。鼻血でそうでしたよ。なんかいやみんな頑張ってる時なんかちょっとそんな俺キャラじゃないもんねなんかね。なんかちょっとね。な何が起きたの？どこがわかんないの？聞いて。伊集院たちが去った後、高井そして朝倉の質問を解決した時には開始から9時間が経過。進行状況はご覧の通り。ただ6人は徹夜でゲームをするという初めての体験にライバルを気にする余裕はなかった。あるものは眠気と戦い。マリオ。マリオ。あるものは己の技術にイラつき。なんでもう。あ、違う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 。またあるものはゲームの謎に悩んでいた。さらにこの男も悩んでいた。藤川。ああ、なるほどね。山田。うん、ちょっと違うな。やっぱ違うな。山田。うん、ちょっと違う。あ、ビット。ビット。あ、朝倉。そして静かに夜が明けた。おはようございます。おはようございます。なんか走り出たら朝になっちゃいましたね。うん、声すごい聞こえました。あ、すみません、申し訳ないです。なんか途中なんかマリオが答えを間違えたとかそういうこともありますね。ありました、いろいろありました、いろいろありましたけれどもタイムオーバーでございます。6時です、タイムオーバーです。メモリーカードを持ってきてください。ということで、私の手のひらの中に6枚のメモリーカード、これは皆さんの血と汗と涙の結晶です。そして皆さんの未来がかかったカードです。はい、しかと受け取りました。それではこの後集計発表の時までにアイドルの顔になっててください。下のメイク室に行って、下のメイク室に、はい、はい、行った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 元気だね、まだということで、10時間に及んだ地獄のルイージマンション合宿も終了。6人のお化けの数と第一テストの結果を踏まえて合格者を選んだ。すんげー話。今日はですね、はい、ちょっと面白いっていうか、なかなか先進的なゲームを持ってきたんですけど、新女神転生のないんですね。はい、ないんですかもう。いや、はい、違うんですよ。ないんじゃないん、シャレじゃないんですけどね。それ恥ずかしいんですよね。恥ずかしいんですよ。偶然シャレになった時に途中で気づくとすごい照れくさいんですよね。女神転生って、善と悪といいますかですね。そうですね。カオス、ニュートラル、ローってあったんですよ。はい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 。カオス、ニュートラル、ローの他にライト、ニュートラル、ダーク、9つの属性がありますよっていう意味のナインなんですね。ちょっと映像持ってきてるんで。お、映像もあるの？あ、あります。この世界に入ると一人一人がですね、はい、ああいう後ろにまあ、悪魔ですね。はい。を連れてナビゲーターとして街中を歩くということになってますね。で、現実世界とですね、うん、ネットワークの世界は混在しているんですよ。
ゲームの中の現実世界ね。そうす。で、あのライオンとかはそのネットワーク、ゲームの中のネットワークの中に入ると、はい、そのいわゆる戦うやつ、戦う人になって。へえ。あ、なんかちょっと面白いですね。そうですね。これはですね、あの先に申し上げておきますけど、ネットワークゲームなんですけども、普通のゲームってまず最初から最後まで遊べるんですよ。はい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 。で、遊び終わった後、まあ余力っていうわけじゃないですけども。それで遊んだ後じゃあネットワーク接続するといろんな人がネットワーク上にアクセスしていて、うん、で戦って相手を倒したりとか相手から魔獣とか悪魔を交換してもらったりとかアイテム交換してもらったりとかいう、まあ、そこでまたクエストもあるんですけどもそこで冒険がしていけたりという形で、まあ、スタンダードで遊べる部分とネットワークが全く別になっているんですね。でもキラーソフトではありますよね。これキラーソフトですね。これ実際 Xbox 全体のキラータイトルでもありますもんね。と思いますよ。うん、ちょっと面白そうだな。僕ね XBOX の起死回生の一作を考えたんですよ。何ですか？ソフトタダで配ればいいんやろ。ソフト全部もう街角でタダで配ってるわけですよ。それでやっぱりそんなに30万も40万もソフト手に入ったらやりたいですよね。そうですよね。当然ハードを買いますよね。でハードを買ってみて1面終わったところで欲しかったらクレジットカードで金を入金したら残りの面も全部遊べますよっていう。それこそもうダウンロードして1面だけ遊べるとかね。そうできますか。できますよね。野球券みたいなやつも、もうあとは乳首のトップを見せるだけっていうところになったらそこで止まっちゃえばいい。それだよ。そうすると XBOX は本当にそうやって先にゲームが見れるっていう、ね、そういうのを作ればいいんだよ。絶対欲しいでしょ。絶対欲しいですね。巻くときはぜひでも雑誌につけていただきたい。出た絡んじゃいますけども。ゲームボーイアドバンス。ハッピー。超ハッピー。超ハッピー。めっちゃハッピー。大ハッピー。傾けて消して、傾けて大爆発。考えて傾ける。ゲームボーイアドバンス。コロコロパズル。ハッピーパネッチ。傾けろ。お、F50 伸ばしてんなおい。やばいやばいやばいって、もったいないって、もったいないって。あっ、つけた。ゲーム世界一のドラテクを磨け、プロジェクトゴッサ。街を未来をもてあそべ、ジェットセットラディオフューチャー、アウトナウ。この番組は任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。皆さん、予想以上に本当に頑張っていただきました、本当にあの全員合格と言いたいところなんですけれども、脱落者2名、合格者4名という形になります。レジンさん、はい、私の方から発表させていただきます。マリオポイント優勝者は朝倉ちゃんでございます。バカ死ね。おいおいおい、みんなごめんねごめんね。マリオポイントっていうのは別にあの審査の中に入ってないから。マリオポイント関係ないから、はい、総評を維持する。いや、うっせえよ。目の前にあるのが、まあ、伝統あるこのゲーマー予備校の制服となるジャージです、このジャージを森本の方から授与された4名だけが合格です。それでは森本さん、はい、よろしくお願いします。ドキドキする。本当に、はい、まずは折原美香さん合格です。森本さんお願いします。嘘、いやよかった。ありがとう。残るジャージは一つです、森本さんお願いします。皆さん頑張ってもらいましたけれども、以上のような結果になりました。ここで
健闘むなしく山田と高井が脱落。まあ最初の合宿に関してはこの4名残ったわけですけれども、今後のですねゲーマー予備校のルールについて説明したいと思います。現在アシスタントの森本はですね、全部で3問課題を作ります。その3問の課題の中2本取れればこれはもう無条件で合格です。引き続きゲームウェーブのアシスタントをやっていただきます。頑張ります。頑張ってください。もし、1本しか取れなかった場合は、まあ、2軍という言い方をさせてもらいますが、この2軍の4名の皆さんにチャンスが回ってまいります。森本と同じ、課題を与えます。でそこで、まあ、ゲームの点数はもとよりですけども、頑張りをぜひ画面を通してアピールしてください。視聴者の皆さんにその頑張りを受け取ってもらって、インターネットによる人気投票の方をしていただきます。そして、そういったポイントを加味した結果、皆さんの中で、一番上を走っていたものが森本の代わりに走ったんとなります。皆さん疲れたでしょう。ね、なんか気が抜けました。ところがここで第一課題を早速発表させていただきます。第一課題はミスタードリラーグレートを使用。ミッションドリラーモードの宇宙ステージで 500m に到達すれば合格。さまざまな効果があるハテナブロックに気をつけろ。森本、ミスタードリラーは I don't know。 やったことがないじゃなくて I don't know ですからね、あの大ヒットゲーム。はい、チャンスですよ。みんな同じところからスタートですからね。1週間徹底的に努力して 500m 潜れるようになってください。次週第一課題突入。気になる2軍の実力は。さらに森本大ピンチ、いきなり失敗か。そしてこちらのアドレスで新アシスタントになってほしい女の子への投票を大大大募集中。アクセスお待ちしています。今夜もファミ通より攻略本マジカルバケーションコンプリートガイドとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。こちら、また来週。